ご視聴ありがとうございます。今回は誰もが好きなふわふわオムライスを作ります。今日の材料、卵2個、玉ねぎ1/2個、ご飯 200g。 まずは玉ねぎを半分にして両端を切り落としていきます。半分じゃないけど、両端を切り落としたら皮を剥いてみじん切りにしていきます。玉ねぎのみじん切りは横に何箇所か切り込みを入れてから薄切りに切るとある程度楽にみじん切りに切れます。最後にもっと細かく上からみじん切りにしていきます。フライパンを温めます。中火、サラダ油、適量。油が温まったら玉ねぎを炒めていきます。玉ねぎはしんなりするまで炒めていきます。玉ねぎがしんなりしてきたらご飯を入れていきます。ご飯は上から叩く感じでほぐしていきます。お玉でやる場合は上から押し付けながらほぐします。ご飯がほぐれてきたらケチャップをかけていきます。適量。ご飯がケチャップ色になったら調味料を入れていきます。塩コショウ、適量。あとはよく絡めてケチャップライスが完成。火を止めます。お茶碗に盛って上からある程度押して一旦置いときます。次に卵を溶いていきます。よく溶いていきます。牛乳大さじ1。牛乳を入れることによって焼いたときふわふわになるので、ふわふわにしたいときには僕はいつも入れます。卵を溶いたらご飯を平らなお皿に移します。バター、適量。バターが溶けたら卵液を流し込みます。だいたい中火で30秒から1分くらいでいいです。外から中へ常に寄せて焼いてちょっと固まったかなって思ったら火を止めます。あとはケチャップライスの上にのせてケチャップをかけて出来上がり。とても美味しいので試してみてね。